今日みたいにこんなですねセミナールームなんかじゃありません。大講堂が毎回満杯になったそうです。で吉田誠司というその活動家は本を出すために全部日本の悪口から、その本を出すためにバカ売れ大ベストセラーになって死ぬまで大変に豪遊をして暮らしたなんていうような話もありますけれど、他にもね皆さん女は散歩さらかね、こんなことを聞いたことあるんじゃないかなと思いますね。女性は男性より下だと、ね、女っていうのは男よりもはるかに身分が低いと、男尊女卑、日本っていうのはひどい国で男尊女卑の国だったんだっていうね。女は散歩下がって歩けという戦前の文献を一度でも実際の目で見たことがある人いらっしゃいますでしょうか。おそらくなんですけどなかなかいらっしゃらないです。そもそもこれは江戸時代の言葉で、文献に残っているのはこちらです。皆さんうんって思われたことあると思うんです。女が男より下なんですよね、もう身分が下なんですよね、男尊女卑。一歩でよくないですか、普通に考えて。別に二歩でもよくないです、三歩ってなんだっていうふうに思うんですけど、これ女は三尺下がって歩けっていうのはそもそも江戸時代の侍たちの言葉だったりするという言説があるんですね。あの江戸時代っていうのは皆さんも小学校時代にですね、ひょっとしたら道徳なのかそれとも歴史なのかは分かりませんが、なったかもしれませんが、江戸時代というのは非常に暗い歴史があって、身分制死の交渉っていうですね差別の歴史がある。さらには武士、その次に農民、死の交渉の下にですね得た否認と言われるですね、もう人間としてはごく当たり前の例えば結婚であったり恋愛であったり、この場所に行ってみたい、ここに引っ越してみたい、人間としてごく当たり前の権利すら認められてないような非差別階級っていうような、そんな暗い歴史がある。そんなことを習ったことある人もいると思うんですけど、そんなですね暗い歴史、あまりにも強すぎる差別の歴史が江戸時代の多くの犯罪を巻き起こしていたのではないかっていう言説を唱える社会学者の方、歴史学者の方もいらっしゃるんです。江戸時代で230年間戦争を起こさなかった平和な時代だなんていう人がいるんですが、実は一般社会レベルでは非常に多くの犯罪が多発していたっていうことを唱える人がいて、いわゆるその暗い歴史が影響しているんじゃないかなんていうような人もいるわけなんですけど、とは言ってもですよ、侍がこうやって歩いていました、家族と一緒にね、子供たち連れて、奥さん連れて歩いていました。でもやれ人間いいかなって言われたりですね、差別をされてるっていうような人たちも抑圧されて抑圧されて山賊になったりですね、徒党を組んでバーッと犯罪者集団になりさ、そんなこともひょっとしたらあったかもしれませんね。でバーッと多くの人に囲まれました。そんな時に江戸時代はですね、法律で抜刀といって刀を抜くこと自体は禁止されていました。実はあの江戸時代のさまざまなドラマとかがありますよね、水戸黄門みたいな、あれペンって抜いてキンキンとかやってるじゃないですか、あれ本当全部史実的な嘘で、刀を安易に抜いたら本当は違法だったんです。でも本当に自分の身を守らなければいけない、その時は侍が刀を抜きます。その刀を抜いて何ができるか、もう徒党組んでわーっと来られたらもう刀振りますしかないんです。ブン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 、おそらく死ぬでしょう、相手はそんな山賊とかだったら犯罪の途中団なんだから。でそんな時にブン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 刀を振り回して何をやってるかというと、君だけは逃げてくれと、大切な君、そして君が産んでくれた子供だけは僕は傷一つつけたくないと、僕は死ぬかもしれない、いや死ぬだろうと、それでも構わないから君だけは傷一つつけないと言って刀を振り回した、その刀が当たらない距離が当時2尺6寸が刀の平均的な長さでしたから3尺です。つまり女は3尺下がってある、君のことを絶対傷つけないっていう愛の言葉なわけですね。まあまああれですよ、今少しバーッと話しちゃいましたけれども、被差別者たちが犯罪者集団になったって言ってるわけじゃないですからね、そういうような誤解はしないでくださいね。犯罪というのは言うまでもなくあらゆる階級で行われていたことです。ですが
そういう差別的なシステムが多くの犯罪を誘発していたのではないかっていう学説を唱える学者さんの話の紹介なんですけどもね、そういう偏見は本当に持たないでください。許される歴史ではないので、ただ忘れないでいただきたいのは先ほどの話、男尊女卑で女を見下した日本人っていう話と、君のために命を捨てると言っていた女は三尺下がって歩けるというこの話が随分とすり替わっていることにお気づきにならないでしょうか。皆さんが信じているさまざまな常識も当たり前なんて、アメリカの洗脳工作で作られたものである可能性というのは否定できない。